お、木村さんのやることなんですよ。の人生。よし、いや。本当ですよ。はいよ。はいよ。ナポちゃんがやる気だったね。一番最後まで絶対にチェックマーク入れない、ナポちゃんが。ねえ。いや、ほら、ほら、で、ママが1時間拘束だから、待たせちゃ悪いかなって。もう。そうだよ、もちろんそうだよ。もう今すでに過剰な熱意出しとるね。あもう。テラミスも。あ、そうだよ。ナポちゃんの過剰が出てる。あ、そうだ。トーテム見つけたら、だから教えてくれよな。オッケー。あんた絆ついてんの？ついてる、ついてる。あ、じゃあわかるか。近くに行けば。屈伸するのいい。キラーさんの前でやっちゃダメよ、純ちゃん、それ。屈伸よ。あ、じゃあ、うん、こっちを入れるの。座標で伝えればいいんじゃない？そうだね。座標でどうやって伝えるの？どういうこと？いや、お前、ここは任せろ、お前。ここはトーティブわかるぞ。一箇所わかるもんね、絶対。ここはトーティブわかるぞ。ここどこ？あ、ね。でも走るとね、見つかっちゃうんですね。誰だ今、前の前走ってた、誰でしょうか。怖いなー。何ずっとしゃがんでいるの。いや、いない。いないと信じて。ここにあったら御の字。俺来た。あった。よし、ナイス。誰、ゴスペ。あ、違う。トラッパ。あ、トラッパね。トラッパ。あ、今、処刑台の方歩いてった。え、こっちに来てるってこと？来てるね。うん。ほんまですか？うわ、でもここのトラッパーちょっと怖いな。いやらしいですね。ここ大丈夫？これ乗り越えて大丈夫そう？オッケー、大丈夫。多分まだ全然乗り越えてないと思う。あ、本当？目立つんじゃない、青が。もうちゃいますの。これもう地下に持って帰ったら終わるやつよ。終わるやつやな。うん。デジャブ発見。さあ、爆速するぞ。近づかないように。猫は建物か。猫処刑台やってます。私がオーケー。私こういう。オーケー。わあ、あんなところに仕掛けて、ほんとやらしいわ。やらしい感じ？やらしい、めちゃくちゃやらしい。マジか。うん。やっぱトラッパー使いのぬこちゃんからしたらやらしいところに仕掛けてると。やらしい、もうね、やらしい日本代表です。R18 ってこと？はい、そうです。マジか、相当やらしいやねんか。はい、かなりやらしさは出てます。あ、来て、ゆうのさん、こっち来て。あ、追っかけてるね。ちょっと待って、私なんとなく追われてる感じ。追ってる、うん、今、風車の方回って。ほんとやん、ほんまやん、ほんまやん。ね、ほんまやん。追けたよ。ほんまやん。オッケー。ということは、今デジャブの位置が移ったんで、うん、デジャブの場所が変わったので、ここを回しましょうね。ここを回しましょう。おい、泣いちゃうよ。結構回ってる、うん、あったまってる、うん、泣いちゃう、泣いちゃう、泣いちゃう。見た？うん、うわぁ、うちのぬこはね、もうすごいんですよ、板当てのプロなんですよ、もう。できる子なんですね。板を当てるか、うんうん、何を当てるかっていうことで、うんうん、もう毎日悩みながらチェイス。マジか。もう毎日が勉強です、もう私も。素晴らしいですね、勉強したらのチェイス。そうです。素晴らしいすんげ。そうです。早いな。いや、早いよね。うん、過剰熱。デジャブ。ラブジェネしてる。ラブジェネ？そう、ラブジェネレーション。ラブジェネ。ぬこちゃん、泣いちゃう、一人で5台分チェイスするつもり？君。いや、どこ行ったよ？どこ行ったよ？え？うん。マジで？え？私ね、有能を持ってきたんだ。うん、はあ、はあ、
わかる？言うの。言うのってわかる。愛の、愛の言うの。人と、修理して言うのっていう、あの、有名なやつ知ってる？猫ちゃん、こっち来て。あ、これ、沖田くん？理由人。はい。これで回そう。うん。なんだよ、お前ら。沖田さん。沖田さん、こんにちは。うわあ、ずんだぶ、あと2台分、あと2台分お願いします。寸止め、寸止めだったよね、ジュンちゃんとこね。あ、ジュンが、あ、でも追ってこない。ジュンがジュンしてる。あの辺でジュンがジュンしてる。ジュンちゃん直そうか。はい、いいな。あ、来てるね。なんか行きなさい。お、いいよ、いいよ。やばい、嘘じゃん。お前、ジップ。あ、でもあれが倒れなかった。予想外でできない。いた？あー、猫ちゃんまた追われてる。あ、これじゃ、あそこのさ、うん、あそこは、いや、そうなのよ。あと引きかけなのよ。うん、ノーワン、ノーワン発動するかな。ノーワンがあるやもしれへん。ノーワン下ろしていい、純ちゃん。うわ、あそこなんか、あれあれになってんな。うん、あれになってるわ。黒くなってね。うん、なってるなってる。直そうか。大丈夫、大丈夫。あ、来たね。ちょ、逃げようか。来たよ。さあ、ここを待とう。後ろ、後ろ行くわ。よし、行くわよ。泣いて泣いて。過剰熱女子と一緒にいますよ。そこの、過剰熱で踏みます。右側になすろ。なすらんで。なすらんで、今過剰熱でやってるから。あ、じゅんちゃん、あいつらのところに行くよ。嬉しいね。直そうか。あー、うわー、嘘でしょ。ごめんなさい。何やってんの。あそこもうちょっとだったな。回せないかも、回せないかも。おきたくん、さよなら。うん、なんでさよなら。ギョエフ、ギョエフ、ギョエフ、ギョエフ。まさかこういう形で裏切られるとは。本当よ、びっくりだよ。あ、三人の方行ったよ。あ、オッケー。ナスコがついてんのかな。バベチリからのナスコかな。来た来た来た。ありがとう、ごめん。というか、うん、わお。どうぞ、起きてくの。直す。そしてあそこがね、もうすぐ治るんだ。うん、私に直してくるわ。直す。オッケー。ついてるとこ直してくる。Thank you。やります。はい。おい。あ、そっちね。よーし、ナイス。ナイス。ちょっと開けよ。あ、そっか。あ、ちょっと待って、ナポちゃんまだ時間ある。そうね。ギリギリまで。止め、あ、できた。なるほど。あれ、なんか純ちゃんの方行った気がするんだが、大丈夫そう。あ、いや、キラゴヤの方、あ、ゲートの方に来たんじゃない。来た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 。あ、じゃあちょっと抜いて下ろせるよ。第2段階、うん。あ、あ、違う。大丈夫大丈夫。僕はじゃあ内なるで回復してくる。うわ、嫌な。Thank you。 いってらっしゃい。うそ、行ってくるね。あ、ちょっと待って、そこに。ちょっと貪欲にグリフを。貪欲にグリフやろうな。貪欲グリフやります。すいません。貪欲グリフでした。じゅうちゃん、じゅうちゃん、予想外の転換で展開した意味。予想外すぎるんだけど。ちょ予想外すぎるね。びっくりした。嘘じゃん。嘘じゃん。ちょっとのこちゃん待っててね。うんうん、大丈夫よ。仕掛けてる？仕掛けてないと思う。多分純ちゃんがまさかの予想外の展開してくれたけん。いや、ほんと予想外の展開だったね。予想外の展開だったね。すぐそっちに行ってくれてね。いや、こっち側のゲートめっちゃ仕掛けてあるよ、ゲートとか。もう一個、あ、ほんと？オッケー。もう寸止めだよ。ないよ、この罠も。うん、もう一個のはね。Thank you。 純ちゃんどこに釣られるんだ。あそこで OK。 Thank you。 いいね、すぐ解除してもらう。あー、なるほど。
ゲートだけちゃうのは何で優勝なんて聞いた。オッケー。え、そうなの、うん、私バレてないのこれ。来る来るよ、ずちゃん。いいよ、開けていいと聞いてね、すぐ開けるから。じゃ直す、直す先。あのね、あの開ける？あそ、あの開けてくれ、開けてくれ。あそこ、あそこ、あ直す。あー、ごめんなさい。ろか、それとも、あ、ちょっと待って、こっち来たわ。直すわ。あ、ごめん、大丈夫、全然いい、全然いい。あ、通電、あ、か、そっか、予想外。ちょっと待って、ごめん。いいよ、全然いい。出てもうた、ギリギリでって思ったら、なんか私一人あれみたいやん、ノラみたいやん。疲れます。センキュー。待って、おー、ナイス。私電波がある、電波がある、電波がある。ありがとう、ナイスナイス。あ、ごめん、出ちゃった。あ、ね、そうなるよね、うん、もう、出ちゃった、ごめん。ジュンちゃん、また予想外の展開。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、予想外の展開。ほら、ハッチ、ハッチ、ジュンちゃん、ごめん、ジュンちゃん。あ、でも出させてくれるかも。うん、うん、優しい、うん、優しい。もうちょっと先まで行ってもらってね。いや、もうちょっと先まで行ってもらって。あ、ナイス。あ、でもジュンちゃん出ないと。ありがとうって、ありがとう。ああ、出はしてる。なんで、何を出はしてる。今なめぷりしましたね。なめぷりしたね。今だ、完全なるなめぷりでした。完全なるなめぷりです。なめぷりでしたね。あ、じじい、一杯の出はってなんだよ。一杯の出は、一杯の出はね、一杯の出は、うん。あ、トラッカーさんがじじいだって。じじい、うん、だからじじいって返しとった。うん、優しい、そんな人もいるのね。いるのね、トラッパーに悪い人はいないから。そうだね、ほんとそうだね、潔いよね、ほんと。寝返りが早いの。0か100かだよね。